ハイブサーバーがスカイブロックサーバーをリリースする。今日の午前6時半、ハイブサーバーから新たな発表がありました。それが、新たな特集サーバーが登場。MMO スカイブロックサーバーです。これはハイブサーバーが開発していて、ミニゲームサーバーとは全く別の独立した特集サーバーとして登場するそうです。MMO というのはマッシブリー、マルチプレイヤー、オンラインの略で、大規模多人数同時参加型オンラインゲームという意味になっています。このスカイブロックというのは様々なマイクラサーバーにあるミニゲームで、RPG をテーマにしています。期間限定ではなく、永続的なコンテンツで広大なオープンワールドが舞台になっています。ハイブサーバーに登場しているミニゲームをベースに、改善点や新システムが登場し、ハイブサーバーのミニゲームは少し古さを感じさせるが、スカイブロックは2024年のサーバーで素晴らしいものになるそうです。こちらの画像で魚も登場することから、釣りをはじめとした様々なこともできるかもしれません。いつ登場するのかはまだ発表されておらず、今後数ヶ月にわたって詳しく説明されるそうです。個人的には来年登場するのではないかと予想します。今回の情報はハイブ公式サイトから発表されましたが、最終的には独自のプラットフォームで発表することを考えているそうで、専用の公式サイトなども今後開設されるのだと思います。現在の名称は MMO スカイブロックとなっていますが、これは仮名称で今後正式に名称が発表されるかもしれませんね。エンチャンテッドドラゴンズは？エンチャンテッドドラゴンズは3月22日に特集サーバーに新サーバーとして登場しました。現在は特集サーバーから一時的に削除されています。詳しくはこちらのショート動画をご覧いただけると幸いです。こちらも MMORPG をテーマにしたサーバーとなっていて、ハイブがリリースするスカイブロックと似たようなコンセプトとなっています。今回紹介したスカイブロックとは無関係なので注意してください。エンチャンテッドドラゴンズは基本プレイ有料ですが、スカイブロックはハイブが運営していることもあって、基本プレイ無料だと予想します。ハイブサーバーはどうなる？新サーバースカイブロックをリリースすることを発表しましたが、肝心のミニゲームサーバーは削除されることはありません。あと3日でベッドウォーズと2024年以内にパルクールワールドが登場します。2024年以降もアップデート、ハック対策などは今まで通り取り組んでいくそうなので、スカイブロックが登場してもアプデなし状態になってしまうことはありません。皆さんはこの新サーバー追加についてどう思いますか？コメントで意見をお待ちしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。